皆様おはようございます。ご紹介いただきました衆議院議員の中西和弘です。佐賀市文化連盟佐賀市支部の50周年誠におめでとうございます。西川会長さんはじめ歴代の皆様に心から感謝を申し上げ、先ほど坂井市長がお話になりました皆様のこの長年の貢献に対して私からも心から感謝を申し上げたいと思います。佐賀の文化ってどんな文化でしょうか。一つは寛容性。佐賀市には恵比寿さんがたくさんおられますね。恵比寿さんというのは英語で言うとフォーリナー、つまりよそから来られた方々をおもてなしの心で中に入れて、異なる文化を融合させてきた。あの長崎の出島を管理してた鍋島藩の礼を持ち出すまでもなく、私たちはこの佐賀から日本の文化の発信、これをやってきたわけであります。今多くの国が芸術文化に大変力を入れています。私たちも芸術文化基本法という法律を作って、そして国を挙げて芸術文化の振興に取り組んできたところであります。それはなぜか、芸術文化こそが地域を育み、教育を育み、歴史を刻み、積み重ね、そして次なる世代の人たちへ多くの夢や、あるいは希望、そして自分たちが守られているんだと、こういう思いを実感するその場だからだと思います。私ごとで恐縮ですが、数学が大嫌いでした。数学、算数と見るとですね、じましが出てきました。で、佐賀の高校に行った時に先生がなんとフィールド賞というのは数学のノーベル賞なんですが、受賞候補でした。うわぁ、なんちゅう先生に当たったとやろうかと思いました。毎日数学の試験、毎日じましでもですね、その時にあることに気づいたんです。その先生が数学のテストの上にですね、中原中也さんの詩を書いておられています。気づいた。この美しい詩のリズムと数学のあの課題が同じリズムなんですよ。綺麗ですね。数学ってこんなに綺麗なもんだったのかと思ってから、ずっと100点満点を取るようになりました。まあ自分のことですけども、本当にそういう美しさに気づく、生きる力に気づく、そして勇気をいただく、とっても大事なことだと思います。今日発表される皆さん、日頃の、ご修行をいかんなく発揮されますように。また薄みになりますが、ここにいらっしゃる皆さん、すべて皆さんにたくさんの祝福が、そして佐賀市がますます発展しますように、皆様のご活躍、そしてご健康を記念して私のお祝い、そして感謝のご挨拶に変えたいと思います。本日は本当におめでとうございます。ありがとうございました。